はい、どうも、妖怪三国志クイントリオズ今回もやっていきます。今回はね、もうすぐってかな、来年のね、来年の1月11日にね、丸4周年になるので、ゲーム開始が1月11日だからね、20万章もあと少しなんだけど、4周年のね、ちょっと予想したいかなと思います。討伐戦はセッション50まで来てるね。でちなみにね、セッションいくつか忘れたけど、ダウンロード機に動いてもらえるな。そう、大当たり出たんだよね。そう、しかもなんつうの、無傷で出たっていうかなんかもったいなかったな。もうエンデューね、ゲットしちゃってんだけどね。はい、ということでごめんなさい。4周年が来年のね、予定してて、一応決まってるのは、この前の公式放送で、国取り戦がね、大幅リニューアルするっていうのはね、決まってるのかなっていうところと、毎年ね、今回のフェスガシャみたいなガシャも多分、あると思うんだけど、まあお正月なんでね、お正月に1月11日のもう前に、フェス会社がね、多分妖怪と群馬神毎日半額みたいな感じで、10連は半額かみたいなやつでいつもフェス会社があって、あとはね、ピックアップ会社みたいなやつがね、もうあるのかなっていうところで、ピックアップの方はね、会社チケットが使えるので、まあ一応なんだ理由を、まあ出てるけどね、一応私はすると決めました。で、あとは毎回必ずね、まあビンゴとかいろいろあって、小生のね、そう、プリプリのコインってエボいけど、妖怪三国志はね、ちゃんと小生のコインがね、くれるんで、多分こういうね、小生確定のコインが、まあ多分ね、無課金でも2枚ほどね、まあミッションとかいろいろクリアで妖怪と群馬神をもらえるのかなっていう感じですね。毎回 3.5 周年の時も3周年の時も2枚ずつね、確か引けたんで、そう、地場金貨とかいろいろ交換とか、あとはなんかキャンペーン用のやつでね、交換とか、そんな感じで宝珠なしでも確か2枚ずつは引けたんで、あと群馬神の方もね、あるんで、そういうのがね、また来てくれると思ってるんで嬉しいなっていう感じがするけどね。危ねえ、王子で買いそうになっちゃった。もう群馬神もね、一周しましたね。で、あとは群馬神がやっぱりね、甲冑さんで多分一周したので、まあもしかしたら新しいランク、群馬神からね、妖怪じゃなくて群馬神から来るのかなっていうのと、まあやっぱりね、3周年、2周年、まあ2周年の時はね、いまだにね、ちょっと調べたら2周年の時の、妖怪三国志のサイトってまだ検索すると残ってて、2周年の時はね、ハグキさんとか、その辺、追加とか、まああとはね、高難度チャレンジ半額とか、毎日、今ね、10連ガシャ無料とかあるけど、その辺が来て、で、まあ、2年前、2周年の時は、小生、ハグキさんとね、七遊武将妖怪ね、始まったんだけど、3周年は去年ね、これだよね、太鼓工房っていうか、方針演技やね、方針演技イベントが始まって、そんで、超スーパーキャラのね、対抗棒打ち消しガードがね、初来たっていう感じで、それが3周年で、で 3.5 周年はこれだね、冬にゃんの時で、でみんな大好き疾風陣雷のね、ノルカとソルカが来て、さらにね、その後にまた方針演技でっていうことで、まあなんとなくね、で今この冬にゃんも強いけど、この風味もめちゃめちゃ強くて、そしてこのコマさんもね、めっちゃ強いっていうことで、この流れで
そうですよ、お正月といえば、そうですよ、エンマとカエラ来んじゃないかなとちょろっとね、思ってます。まあゴールデンウィークでね、展示しゴールデンエンマとかレイセンジャーカエラとか来ましたけど、今のねあの流れのカエラとねエンマ来るんじゃないかなと思ってます。この妖怪三国志ね、着実にオリジナルキャラね、オロチもね、キュービもね強くて、はい、ムルジョア G なんかね、新しいスキルでしたよね。うん、必殺を受けると打ち消しガード発動とかね、取り付かね、はい、なんでこういう名前何になるかね、展示シエンマはね、うん、なんかその辺、まあちょっとジバニャンとかも来てないので、まあベーシックにジバニャンとかが来るかもしれませんが、まあ、やっぱりね、困った時のエンマとカエラということで、エンマとカエラなんじゃないかなってちょろっと思ったりしております。まあリンネの可能性もあるか。うん、まあでもね、ただそう、この辺の強いフユニャンとか、コマさんとか作っちゃってるんで、妖怪のやつの新しいランクはどうするんだろうね。もうやっちゃうのか、なんか妖怪はまだなんか強さの余地は残してそうだけど、群馬神はね、ちょっと、なんかもうなんかいろいろ水着なんちゃらとかいろいろやったけど、ねえ、なんか、次なんだっけ、あれ英雄ランクだっけ。もうなんか一応実装はね、されてるみたいなので、はい。なんかちょっとその辺ね、エンマとカエラ、やっぱ4周年はエンマとカエラでしょうっていうところで、まあ、ちょっと方針演技みたいな感じもあるんだが、はい。まだね、3つのロマンって、何なのこの3つのロマンっていうね。これヒントあったのかな、もしかしたら。3つのロマン。なんで本心にもね、途中続きが来るのかもしれないかなってちょろっと思ってます。まあ三国志だから三つのロマンなんだね。うん、なんかね、こういうところがね、業績好調みたいなんで、まあ、ちょっとこれからボーナスね、ガッポガッポ出てるんじゃないかなっていうところで、三国志の日がね12月10日金曜日来るんで、私ね、前もから言ってるけど、9日で公式放送なかったら、ちょっと、いつやるのかなって思っちゃうんだけど、そう、9日、公式放送、来ねえかなって、ちょっとね、思ってて。まあ、以前は、3周年の時、1月22日にあったのかな。なんで、まあ、ちょっと1月なのかもしれないですが、あれ特になかったな三国志だからあれか。なんで方針演技ね、なんか来んじゃねえかなとも思ってますが、はい、真打ち登場じゃないけどね、エンマとカイラ、まあ今この辺のオリジナルキャラ系、あ、こっちか、なんか、うん、吹雪姫とかね、まだ全然なってないし、天道寺とかその辺どう派生していくのか、もともとのキャラでねやっていくのかねとかその辺ね、鬼とかねやっていくのかありませんけど、まあただあと一応ね 3.5 周年の時はウィスパーが10突できるあれだったんだよね。うん、で3周年の時は小生皇帝ジバニャン劉備か、2周年だったかもしれないどっちだったかな、3周年だったかな、3周年の時に小生皇帝ジバニャン劉備かな、うん、があったので、あ、そうだね、3周年が小生皇帝ジバニャン劉備で、 3.5 周年がね、大軍師ウィスパーが、まあ、いわゆる超十突枠できて、うん、小生ジバニャンは別枠か、小生皇帝ジバニャン劉備は未だにね、私なんか使ってますけど、
あれもう小生皇帝ジバニャン流儀どこ行っちゃったんだろう。あ、いた。マスクかかったな。だからまあ超十突できるイベントも来るのかなと、4周年ね。はい、そんな感じで。ジバニャンはそっち枠かな。この前ウィスパー来たしね。まあちょっとまだコマジローも来てないし、まあその辺ね、周辺の、なんつうの、オリジナルキャラクターたちで、その辺が、どんどん来るのね。感じですかね。まあ、ブリーさんとか、どうなんだろうね。まあ、オロチ、あとそうだな。レジェンドもね、テコ入れ。結局、プニプニみたいな、クリスタルレジェンドみたいなのがあんまり来なかったんで、なんで、クリスタルレジェンド来なかったよね。なので、ちょっとレジェンドもね、シチューもね、終わってしまったんで、レジェンドみたいな感じで、そっち系もあるのかなと、はい、思ったりなんかり、すいませんね、ちょっと早く、ちょっと私もずっと言ってたけど、フォージがないんでね、公式放送、本当に待っておりますね。はい。なんで、まあ、あとね、多分、感謝選べるも、今までだと、なんだっけ、今、ログインの日にちが、もうすぐ1500日にね、なるので、累計日数もね、また、1300と1400、はい、追加、お待ちしておりますんでね。あ、俺もうこれ、感謝選べるいらないんだ。もう回しちゃおうかな、ブルジョージーで。ここでもう中身見れるんだ、感謝選べる。見る必要ないな。あ、そう、それでね、あとね、小生ラベルコイン、大感謝がね、まあ、あんまりこれは、確かこれは多分、課金だと思うんであれだけど、3.5 周年の時かな ?3 周年かな、これもありましたね。なので、大感謝、大感謝確かあれだな。なんかミッションでもらえたな。なんで、その辺もね、楽しみにしたいと思います。まあ、とにかく、このイベントであれば、調整がいっぱいね、追加することができますし、あとね、去年の3周年の見たら、結局その後ね、追加されてんのよ、その子たちが。絆に。だからなんかあれだよね、一応ピックアップ、目指してるけど、結構あれなんだよな、ピックアップガシャって、難しいところだね。結構絆に追加されるから、武将日野神とかね、追加されてたしね。なんで、どうなんでしょうね。最近さ、ガシャチケット売ってくれないんで、あれなんだけど。まあ一応ね、私チケットね、さっき言ったけど。はい、ということで、皆さんね、4周年、どう思いますかね。やっぱり討伐戦、今回私、討伐戦に本当に宝珠ね、久々にあんま使わないで頑張ってるんですけど、まあいつものね、スゴロクからの討伐戦になると思ってたけど、こんな感じになるのかな。ただ今2週間イベントになってるから、どうなんだろうね。はい。なんか今までのパターンはスゴロク討伐戦、そしてこっちもスゴロク討伐戦っていうローテーションを使われてるので、ね、ね、討伐戦ってやっぱり本日ね、莫大に使うから、多分ね、お正月になったらね、これは2022宝珠は3000多分売ってくれると、例年だとね3000で売ってくれるのが来るんで、まあそれはいつもねフェスガシャで溶かしちゃうんだけど、はい、まあそれも楽しみにしたいなというのがありますね。はい、じゃあごめんなさい、今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、当たっちゃったんだよな、無理して一回頑張るべきじゃなかったな。はい、すいません。それではまた次の動画でお会いしましょう。4周年ね、楽しみに
待ちたいのと、何回も言うけど公式放送待っております。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。セッション50頑張ろう。500以内。